みっちゃんだ、まーちゃんだ、みっちゃんまーちゃんのものづくり探検だ。はい、本日は島渡志向さんに来ました。総裁工房さん、ね、こちらの方にね、お邪魔して、探検していきたいと思います。じゃあ突入してみましょう。しましょう。はい、行きまーす。頼もう頼もう。はーい、まーちゃんだ、みっちゃんだ、突撃でした。ようこそ、はい、よろしくお願いいたします。どうぞこちらへ。はい、お願いします。はい。どうだったんでしょう今。なんで急に言うの。うち表紙張りっていう仕事をしてまして、はい、あのハードカバーの、ね、こう表紙とかを作ってくるんですけど、あ、刺繍したものが表紙張りで使える。そう、あれを表紙にしたいと思います。おーっと、流れてきた。これです。あ、これね、前回私が刺繍をしました。じゃーん、総裁工房金の糸です。大好きな金だよね。金もまだまだよだれ出てきた。金大好き。じゃあこれを使ってね、まーちゃんが俺は当たり前だろ、体験です。頑張ってください。頑張るぞ。おう、それではですね、はい、まずは、はい、あの材料の準備をしていきたいと思います。表紙張りというのは、すごくいろんなパーツがあるので、はい、まあ、今日はまーちゃんができる範囲で、何パーツいろいろあるって。例えば、まあ、これはあの表紙の中に入れるチップボール。大先生、食ったみたい。それね、ポテトチップ美味しいね。美味しいね。もう開けるとね、一袋全部食っちゃうの。だから止まんないんだ。止まんないんだよ。一つだけと思って食べるともう止まんないね。あ、弟子、えよ、仕事するぞ。はい。これ断裁機っていうやつですね。ここにこうでっかいこう刃があります。これが下に降りてきて紙を切ってくれます。これモーターを回して寸法を入れて。刃を下ろすと、その寸法で切れますので。お利口さんだね。そうですよ。入力します。はい。316。316。押します。はい。ピッ。と、あそこが動くんです。寸法が。おお。ここ、うん。押しかけで。はい。刃落ちてこない、これ大丈夫？うん。うん。大丈夫です。この安全装置がついてるので、手入れするときは落ちてきます。刃をいっぺんに握ると刃が降りてきますので、はい、で刃が降りて今度上がりますので、はい、上がったら手を離してください。あ、そこまでずっとしっぱなしなんです。しっぱなしなんです。っていうのはなぜかというと、途中で本当にもし何か、うん、あ、寸法間違えたなとか、例えば私がね、手を出してきた。うん、危ないから途中で止めることができるんですよ。なるほどね。だからあと自分の安全もあるよね。両手が押しっぱなしってことは手が入れられないんだもんね。そう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 、そうです。首もちょっと入れられないと思うので。そうだね。そういうふうに安全な装置があった。そこ開いた、握ったまま、いい、いい、はい、行きます。いくよ。おお、これで切れました。離していい。離していいです。はい、離していいです。おお、すんの、ツルツルですよね。ツルツル、もうまー、あ、ちゃんの肌のよう。うわあっと完了しました。はい、じゃあ第1段階終了です。師匠、ありがとうございました。頑張るように。はい、オー。